さんも夜も遅なりましたね。いやー遅なりました。1日ロケしてちょっとこの家の前もう家賃の家のね、はい、どこか言われへんけど、たかもボケにやってまいりました。はい、すいません、吉本興業の盆地清というものですけれども、高本康夫君いますか？高本君？あ、来てんじゃん。あ、帰ってた。家族は？おる。飯作る。なんか飯食うの？ご飯ご飯なんだ。もうチンジャオロース。チンジャオロース？ちょっとその、持ってきたんですけど。ほんまに行ってきた？ちょっと待っといてね。うん、何それ？え？いや、なんかそれ持ってきたら上がるか。上がるか。ちょっと。それはいいよ、お前。なんだ、奥さんもられる？奥さん、お邪魔します。何に変わんの？今日、靴、うん、6500円相当のリゲッタの靴を、赤の靴、うん、を持っていかせていただきまして、ずっといろいろ回って大阪中を巡った結果、そのリゲッタの靴が、こちらになりました。マジで？それでは社長、開けていただきましょう。どうやって開けるの？開けるで。うわ、食材や、ほんまにうや。豚。これね、豚。うわ、おだし。何これ？豚しゃぶの。毛ガニ。うわ、箱にほんまに、うわ、マジやん。すごい、マグロやん。何がどうやったらこうなんの、お前。うわ、これマグロ？マグロ。これ鎌？マグロの鎌の一番美味しいところ。うわぁ、これ焼いて食ったらめっちゃうまいって言うたった。マジで？え、何がどうなったらこうなんの？逃げたボケたかったやろ。ボケたかったナイフとかで一回わけほしかったやところが、YouTube 見てもらったら途中で大変そこでやめとけって言ってるとこもあったと思う。やっぱりあかんと。で、出てくれてる方が、うん、もうこれやるから持って帰れって家賃どこかで持って帰れうわすごいやん。でもそれでマジでこんなんなんの？マジやん。お前毎日行けや。だからこれでも息子さんとかもこれ豚しゃぶでこれお出汁ですごい。あのその豚しゃぶで、え、これ何、刺身でいけるやつ？お刺身でいけます。これは焼いた、これ焼いたら釜焼いてるって言ってもらって、え、変わっていって変わっていって変わっていったんじゃなくて、変わっていって変わっていって、これは最終どっ最終で全部くれはったやつ。誰、どこがくれたの？それも YouTube また見てくださいよ。チャンネル登録してくださいよ。さっきまで俺リケッタの歴史見てたのに。どうこれ見て、どれが食べたい？釜うまいで、これ焼いたら。ええー、で、お前もうお前もう分かった、うちで働けや。中トロもな。これええな。ええよ。これええな、お前さばいていくで俺。ウニ丼でもいい。ウニもいけるよな。これはあの豚しゃぶで。あ、もうこれちょ、ほんまほっかしてな。じゃもうちょっとな、なんかボケて、なんやねんみたいなる思ってん。これはあかん、笑われへん。ちょ、笑ってんねん。お前やでけん、お前やでけん。このせいなもん使わんでよ。ちゃうやん。これはほんまやねんって。このなんやのやつがまたな、うん、これに代わる匹敵するぐらいのものに。マジ？あ、ずっとそういうのが続いてこうなったんや。ちゃちゃ、今回はもう、出てるくれてる人がたま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 富水雅さんにおったりとか。嘘もマジで。ほんまに？たまたま会える人なんないの？そこでよう会う人なんや。たまたまが。じゃあお前また行ったんじゃん、吉本とか。違う違う、行ってない。行ってないぞね、ほんま。行って、今回は行ってない。今回はそこの力をちょっと使わず、ただガサツな俺の性格上やんけど、俺はほんまボケたかって。わかるよ。ボケてないもん。ボケてないね。だから真面目にやったらこうなってん。あんま、うちも嫁は髪大好きやもんな。赤や赤やん。これお一人が。お一人。あ、まあそれも YouTube まだ見てくださいよ。どうする？さあ、わからん。そうです。どこで何個変わってて、七変化みたいな感じで。え、おもろかったさあさ。むちゃむちゃおもろかった。おもろかった。むちゃむちゃおもろかった。ありえへん。テレビでもよかったんじゃん。テレビでもいい、あの内容ですね。マジで。前にはほんまに鍋やな。そうそう、鍋や鍋やな。うどん好きとかで使える。お出汁屋さんの
なんかでもちょっと嫌やな、なんかおもろすぎんなこれ言うと思った、ちょっと嫌、うん、ちょっと嫌や、奥さん的には嫌やろ。いやちょっとこんないただいていいの、顔笑ってなんかもう出した話で最後ようわからん、なんかフランス人形とかシルバニアファミリーとかなってるって思ってて、ね、玄関でそっと置いてスッとして閉めて、うんうん、板尾さんと同じ空気でこう取ってサッと取ってガッて閉めて終われたかったけど、お前これ担いでいる瞬間もあかん量がちょっとどんな、ご家族でということで、あの食べていただきたいなと。どうですか今回の呪術つなぎの答え。知らんねん。どうですかやね。ちょっと面白いでしょ。いやおもろい。なんか出演者も豪華ですよ今回。かなり豪華。2回目から下がるんですよね。いやもう一発目僕はもう人脈とボリュームだけで生きてる男ですから。これは聞かんとくわ。お前やをほんまに楽しみにしてもらった方が面白いですね。はい、はい、タイダーとかさっきサラスさん会社電話かけた時に今何に変わったんですかとか聞いとって、俺聞きたくないってなっとって、うん、絶対 見た方が面白い。4週に分けて、最後の12月のクリスマスの時に、うんうん、めっちゃ笑うと思うだからこの放送はクリスマスやから、あ、そうかめっちゃ楽しみやな。クリスマスプレゼント。これはお店、それは聞いた。それも聞いた。それも聞いたあかんの。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。帰りましょうか、その方。ありがとうございます。おなさいなら、帰ります。もうお邪魔しました。これ、早く帰って言いたかったけど、これあかんの言われへんの。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご夫婦で、もう少し。ありがとうございます。いただきます。あー、おもろかった。今回ご協力いただきました皆様へ本当にありがとうございました。たくさんの方に協力していただきまして、1話から4話、今回第1弾は完結でございますが、たくさんの方に協力していただいて、前作も振り返っていただいたり見ていただいたらなと思いますが、まあ今回やってみて思ったのがですね、本当に自分たちでもわからないこの流れ全て含めて楽しかったです。さあこの企画はちょっと笑ってみちゃう続きます。次回予告はなんとなんとなんと、リゲッタのコツはあの食材に変わり、そしてですね、なんとなんとなんと予測不可能なあのまた商品に変わっていくという、次回第2弾もお楽しみに。チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。